はい、今のチエース、よろしくお願いします。ワンピースワールドシーカーやっていきましょ。今日から第8話ですね、島の調査をしようということで、ビックリマークがいっぱいあるんで、それをぐる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 回っていきたいと思います。今現在できるサブイベント、サブミッションかサイドミッション、すべてやりました。相当強くなりましたよ。スキルいっぱい覚えました。はい、では、進めていきましょう。そう装備もね、3つ装備できるようになったんだよね。3つ装備できるようになりました。はい、じゃあ進めていきます。服装変わったわ、そういえば。元気か。とりあえずなんか順番はなんとなく今ここにいたからこの人からって感じです。よいぞ。はい、うん、海軍拠点前ね。はい、わかった。じゃあ向かいましょうか、海軍拠点前に。サイドミッション扱いになるんだ。よし、戦闘とかあんのかな。ジャム、それよりも66。実際にもう原作とかアニメとかでなんか出てるのか、全然もう初耳もいいとこだわ。サンジンチのやつらだ。え、サンジの家系がなんかもう、え、何、漫画だと出てんの、そんなの。え、超面白そうなんだけど。よし。何、サンジの家族。何、サンジェルマン66だっけ、なんだっけ。もう名前忘れたけどさ、とりあえずここ向かいます。移動速度一応上げたんだけど、あんまりなんか実感ないよね。もうちょっと劇的に変わるのかなと思ったけど変わんなかったわ。そうね。ゾロそっくりじゃん、右側。おい、あ、サンジの家のやつらだって。2時。うるせえ、悪いな。4時。すげえ。じゃあ5時とか1時とかいるんだ。三男坊ってこと、サンジは。ちょっと、わあ、お、いえ、なんだよお前。よせよ。眉毛の形はあれなんだね、家系なんだね。うん、そうだな。え、悪いやつらなの。よし、ちょっと、わかった。行くぞ。はいよ、到着。久しぶり。どうした、読み込み遅いぞ。あら、おい、もうねえ、この町の北西。はい、ルフィ、わかった。あいつら強いのかな。こういう時原作わかんないとほんと怖えな。大丈夫かよ。とりあえずはあれですね、この距離だったら普通に走っていきましょうか。ロケット、よっ。この、あ、もうついもうついたの、あれは。見つからないように追いかける。そんな尾行的なことやるの。
こいつ倒した方がいい。まあ、あんまり見つかる気はしないけどね。厄介なのがあいつらだな。見つかった。制圧する。動かない。マジで。どうなんの。あ、リトライできるんだ。むず。ジャッジアイズみたいなのがいい。尾行はジャッジアイズみたいなのがいいな。むずいな。あの二人どうしようか。扉の前にいたやつ、まず一時が、ごめんイントネーションわかんない、一時がぐるっと曲がって姿が見えなくなったら倒すぐらいな感じかな。ここは間違ってないと思うんだよね。尾行上から行くっていうのはちょっと違うか。とりあえずこっから見張っておこうか。どうしよう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 。ここにいれば多分大丈夫だと思う。樽は助かる。なまら大変なんだけど。見つかる。俺見つかる気しかしねえわこれ。樽壊れんだよな。歩いてるだけ壊れるのが嫌なんだよな。あ、壊れ始めた。敵いた。とりあえずここでおとなしくしようか。オッケー。てめえ。よし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 。おい。見つかってるってことか。お前よ。ハハハ。分からん。こいつら強いのか。サンジの家系ってことだけでなんか強いと判断しいな。落ちこぼれも島にいるのか。今飛んでるじゃん。おっと、勝てる気しねえ。やばい、強い。めちゃめちゃ強い。サラシはどうした。どこ行った。どこ行った。適切な一緒じゃないのか。よいしょ。俺が行く。よっと、セルス。当たらん。
これ4時がやばい、4時がやばい、本当にやばい。当たるかな、当たらん。俺がやりやがったな、ステルス。当たんない、やばい。やりました、勝ちましたよ。いや強かったな。おい、承知。おいおい、くそ。めっちゃ見たいこの人たちのところ、ストーリーを知りたいな。どうした？ええ、任しとけ。はい、オッケー。ていうか今ので370も手に入ったのか。何か覚えれっかな。あー467しかないのか。500あればないろいろできんだけどな。とりあえず取っとくかな。よし、じゃあ次行きますか。近いですね、すぐここにあるから、ここ行きますか。なんだよ。到着。いや本当にスチール街あれだな、絡むね、めっちゃ行くことになるわ。入り口のどの辺にいるかわからんって言われてもさ、とりあえずスチール街に到着しましたよ。この人じゃないの？めっちゃ普通に近くにいたな。いやてか三、いや三次の家族が気になってしょうがねえんだけど俺は。どうした？くそ。そんな。思い出の場所って言ってたよね。任しとけ。スチール街の広場を抜けた先。はい、頑張ってね。スチール街の広場を抜けた先、遠いぞきっと。遠いな、まあ、とりあえず向かうか。到着しました。砲台の島か、遠いな。よし、とりあえず砲台の島行きますか。砲台の島は多分動画の中で初めて映すんじゃないかなと思うんだよね。サブイベントで来たんですよ。でここでね、クロコダイルと戦った。サブイベントだとクロコダイルとか、あと青キジなのかな、なんか名前がなんザクロみたいな名前だったんだけど青キジって名前じゃなかったんだけど、なんか青キジっぽい人がいた。んこっちか。
そくそ。よし、結局この中には入るのね。ただ敵と戦う、無理に戦う必要なんてないんだよね、正直ね。ロケット、俺が今ねどんだけロケットを使いこなしてるかってことだよ。敵がいっぱいいるのは知ってるんですよ。ロケット、ほらもうロケット超使いこなしてるもん俺。ここら辺にいるんだな、きっと。めっちゃ敵出たじゃん。とりあえずザコは倒したんだけども、ちょい待てよ、ここのどこにいるんだ。あれは敵かボスか、イベントか。このうるせえルフィ。よし任せとけ。ガード効かねえのか、このなんか飛ぶやつ。余裕でございます。いやー、さっきの3時の家族に比べたら全然余裕だったな。4時が強すぎたんだよさっき。おい、くそ。あら、父ちゃん頑張っちゃった。しっしっし、ねえ、なんだよ。なんか分かりやすくて、なんだろうな、こうシンプルに平和な話でよかったですね。ありがとう。まあよし、じゃあ今日はここらでやめますか。なんかちょっとここら辺にアイテムが落ちてるっぽいんですよね。落ちてるっぽいんですけども、あった、どこだ。はい、じゃあ最後にスキル800ポイント使って何を覚えるかなんだよね。このゴムゴムのエレファントガトリングだっけ。あとそう、俺ね、覇気覚えるの、覇気、ほら覇王色の覇気使ったけど意味が分かんなかったあんまり役に立たなかったね。何覚えようかな。移動もね、別にも困ってないしな。どちらかというと攻撃にねちょっと費やしたいなと思ってるんだよね。ビンゴガード、これがね、あ、これさ、タイミングよくやればさっきのやつもガード崩されなくて済むんじゃないのかな。基本的にもう戦う時って俺武装色の覇気で戦うから、これ覚えておこうぜ。はい、ビンゴガード。あとため時間短縮、これも便利。バズーカめっちゃ強いんだよね。あとこれかな。はい、こんな感じでもうだいぶ強くなったんじゃないでしょうか。あと4つですね。びっくりマーク4つ残ってるのかな。1、2、3、4つですね。まあどっか適当にまたやっていきましょう。では、今回はここで終わります。終わり。バイバイ。